新年度が始まって1ヶ月、この一月で周りの環境が大きく変わった方もいらっしゃるのではないでしょうか。少しずつ疲れが出てくる時期でもあります。ということで今回は区内で心も体もリフレッシュできる場所をご紹介します。まず最初にご紹介するのは赤塚植物園。気温も少しずつ暖かくなり、さまざまな植物を楽しめるということで行ってきます。およそ3000坪の敷地を持つ区立赤塚植物園。武蔵野の面影を残す丘陵地を利用したこちらは、自然や植物に親しむことができる施設として1981年に開園しました。赤塚植物園、久々に来たんですけども、はい、ここも入ってくるとすごくこう明るくなったなっていう印象があったんですけども、はい、2020年にリニューアルいたしまして、リニューアルではウェルカムセンターに植物にまつわる図書を揃える緑の学習室と、展示やイベントなどを行う森のアトリエを新設。また子どもたちが農業体験を行う農業園も誕生しました。どうですか、このリニューアルされてお客様とかの反応はいかがですか。はい、うん、そうですね、特にこの園路なんですけれども、しっかりと舗装がしてあるようになりまして、上の広場まで車椅子であるとか、それから乳母車でストレートに行けるようになりまして、かなり便利になって、皆さん受けが良くなっております。はい、そうなんですね。そういったところでも工夫されて、はい、いろんな方に楽しんでいただける施設になったんですね。はい、今日は、はい、自然に癒されに来たんですけども、はいはい、今見頃のお花とかってあったりしますか。はい、それであればそちらにお示ししてありますので、はい、ちょっと映ってみていただければと思います。はい、紹介してくれるのは園の正門近くにあるボードです。こちらが建物と同じようにリニューアルになりました、はい、開花情報をお示しするボードです。今咲いている花をここにあります、はい、ここにありますということでお示ししてあります。すごい、一目でわかるんですね。はい、黄色が草の花、今咲いている、はい、で青が木の花ですね、今咲いている。それから赤は木の上で実が今なっているのがご覧いただける、そういう形でお示ししております。なるほど。次は5月に花が見頃を迎える木の前にやってきました。こちらは何ですか。はい、ちょうどこの正門のところの木なんですけれども、こちらです。はい、ユリの木。はい、こういった花が咲くんですか。その花が咲きます。すごく綺麗なお花ですよね。はい、日本の名前としてはユリの木なんですけども、英語圏ですとチューリップトゥリー、チューリップの木っていう名前がついております。確かにチューリップっぽいといえばチューリップっぽいですよね。はい、どっちかっていうとユリよりもそっちの方が近いかなと思えるんですけれども、はい、園では年間を通して600種類を超える植物が育ち、四季折々の姿を楽しめます。取材した頃は区の花二輪草が見ごろを迎えていました。本園の一番奥にある欅広場では、大きな木に囲まれながらベンチで一休みすることもできます。次に紹介してもらうのは5月に花が咲き、通年香りを楽しめる植物です。さあ、こちらはどんなエリアですか。はい、ここ見ての通りバラが植わっているバラ園なんですけれども、はい、ちょうど5月の中旬ぐらいには見頃になるんではないかなと予想しております。ちょうどここのところのこの石垣の上なんですけれども、はい、イブキジャコウソウという、はい、この花のこの草の花が、咲き始めますので、ここも綺麗だと思います。蛇香っていう香ってついている通り香りがする植物なんです。はいはい、で今でもそれは体験できますので、早速葉に触れてみると、触るぐらいであれば大丈夫ですから。来た方も触って大丈夫ですよ。いいですか。はい、じゃあ帰ります。はい、あ、いい香り。面白いです。なんかすっきりするような香りですよね。はいはい、結局は葉っぱの中にそういう風な物質があって、それが手に移ってくるということだと思うんですけど、爽や
やかな感じですね、はい、まあ、ちょっと花の時期にはちょっと勘弁していただけた方がいいかなと思うんですけども。あ、そうですよね、はい、はい、一方、東板橋公園内にある板橋こども動物園ではヤギや羊、モルモットなど可愛い動物と触れ合え、癒しのスポットとして様々な世代に愛されています。中でも人気なのがポニー乗馬。3歳から小学生までを対象に園の西側にあるコースで職員が引くポニーに乗ることができます。徳丸ヶ原公園内にある子ども動物園高島平分園の見どころは、モルモットがお部屋に帰るところ。手を叩くのを合図にモルモットが階段を登っていきます。かわいい。これ癒されますね。そうですね、うん、いろいろ歩いて回ったらお腹が空いてきました。こちらに行ってみます。東武東上線時和台駅から徒歩12分のところにあるカフェ野の花みやび。静かな住宅街にあるこちらのお店では、カフェの利用はもちろん、レストランとして料理も楽しめます。すごく美味しそうな香りがしますし、この店内があの木のぬくもりがあって、すごく温かい雰囲気ですよね。はい、ありがとうございます。こちらはどういったお店なんですか？はい、こちらはあの障害のある方が就労継続できるような施設になっております。そういった施設だったんですね、はい、こちらのお店で従業員として働く20名の施設利用者は、パンを作ったり料理の盛り付けや仕込み、食器洗いなども行い、接客を通したコミュニケーション能力の向上に取り組んでいます。ここの店名の由来っていうのは何ですか？はい、あのカフェ野の花みやびの店名の由来なんですけれども、はい、あの代表がですね、野の花の中にいるようなくつろげるような素朴な雰囲気で食事ができるようにということで、あのお店の名前を決めたようです。確かにこうリラックスできますし、なんか落ち着いた空間ですよね。そうですね、ありがとうございます。メニューはパスタやピザ、ハンバーグなどがありますが、中でも人気なのが、こちらの人気のメニューがですね、コロコロ野菜カレーといって、あのたくさんのお野菜を煮込んで、また焼き野菜も添えてあるというカレーがとても人気です。美味しそうですね、はい、お待たせしました、コロコロカレーでございます。ありがとうございます。どうぞごゆっくりお召し上がりください。ありがとうございます。すごく豪華ですね、はい、ボリュームがあります。ありますね、はい、お値段がですね、あのドリンクもつきまして税込みで990円です。1000円以内で食べられるって、はい、本当嬉しいですよね。そうですね、はい、しかも焼き野菜も乗っていて、はい、これだけでも本当見栄えが豪華になりますよね。 ありがとうございます。美味しそうです。ボリュームたっぷりのカレー、いただきます。いただきます。うん、おいしいです。あの甘みがあるねカレーですよね。そうですね、あのお野菜の甘みもありますし、はい、この大豆がね、はい、すごくいいアクセントになってますよね、はい、しかもあのお肉も入っていて、あのお肉のうまみっていうのもすごく感じられますね。はい、ありがとうございます。おいしいです。お野菜は8種類使っておりまして、煮込んでいるお野菜と焼き野菜が添えて8種類になってます。お店ではこちらのカレーとお魚をメインとした和食御膳で区の健康づくり協力店に登録、区と協力して健康づくりを推進しています。食後のコーヒーはお店でバリスタと認められた方が豆をひいてドリップし提供しています。美味しいですね。いい香りしますね。うん、あ、ほっとします。美味しいです。
ちゃんと豆から引いて作られてるんですね、はい、そうなんです。最後に今後の活動などあれば教えてください。はい、コロナ禍で営業時間も短縮していたりしたんですけれども、今後は少し時間を延ばしたり、また地域の方に足を運んでいただけるように何かイベントを考えていけたらと思っています。たくさんの、ね、方が来てくれたらいいですよね。はい、今日はありがとうございました。ご来店いただきましてありがとうございました。リラックスして疲れた体を癒してくれると言ったらお風呂ということで、こちらに来ています。都営三田線板橋本町駅から徒歩10分のところにある愛禅湯。1956年から地域の人たちを癒してきたこちらの銭湯は2019年にリニューアルされました。リニューアルしたばかりということで、はい、すごく綺麗ですよね。はい、はい、どういったコンセプトでリニューアル されたんですか。お年寄りが利用しやすい銭湯を目指してリニューアルしたんですけども、手すりを増やしたり、あとはすみませんね、椅子をね高くして立ち上がりをしやすくしました。そうなんですね、はい、受付では石神井川の桜をイメージしたカーペットと桜の壁紙が施されていますが、その中に気になる絵が飾られていました。はい、この店内に鶏の絵がたくさんこう飾られてるなっていう風に感じたんですけども、はいはい、何かこう意味があったりするんですか。私の祖父になるんですけども、非常に、ね、鶏が好きで、ベルギー人 の, やっぱり鶏友達の友人からポーリッシュっていう外国の鶏を譲り受けたんですね。でその鶏の絵をオランダ人に画家に描いてもらったのがこちらの絵になります。じゃあ実際に飼われてたってことですか。そうです、飼ってたニワトリの絵を描いてもらったんです。そうなんですね、はい、こちらの特徴は何といっても天女のタイル画。オープン前の男湯を拝見させてもらいます。お風呂にやってきたんですけども、はい、やはりこの天女のタイル画すごいですね。そうですね、はい、タイル画っていうとこんなに細かいんですか。びっくりしたんですけども。このタイル画は約50年前に鉄筋コンクリートになった時に作られたものなんですけども、元絵が日本画家で有名な竹内栖鳳っていう人の三月っていう絵を、ね、元絵としております。ああそうなんですか、はい、すごく素敵ですよね。色合いも優しい色合いで、はい、リラックスできるような色合いになっていて、はい、で天女もすごく美しいですし、はい、お客様のこう反応ってどうですか。普通は富士山とか、風景画が多いので、やっぱり初めて見るお客さんは驚かれる方が多いみたいです。そうですよね。その天女を眺めながら浸かれる浴槽では電気風呂や泡風呂などがあり、疲れを癒してくれます。浴室で人気となっているのはリニューアルした際に作られた露天風呂。ここではサウナ後の外気浴や毎週土曜日に開催される子ども向けのアヒル風呂が楽しめます。そしてお客さんのリフレッシュを兼ねて日曜日は朝湯として8時から営業しているそうです。朝の8時から朝風呂、はいはい、いいですね、日曜の朝にね。そうですね、結構営業前から10人ぐらい並んで、待ってらっしゃるお客さんおられますので、結構待ってますね。そうですね、はいはい、じゃあ皆さん朝、はい、この銭湯でさっぱりしてリラックスして、うん、1日8時、ね、スタート切るみたいな、最高ですね、はい、最高な休日の始まりですよね。そうですね。魅力発信板橋ナビいかがでしたか。これからも板橋の情報をどんどんお伝えしていきます。それではまたお会いしましょう。